どうも木原です。今日はですね、この後ろにあるアセビを剪定していこうと思います。でですね、ちょっと一緒に見ていきましょうかね。このアセビ見てもらったら分かるんですけど、これちょっとね、伐採したんですね。まあ枝打ちというか、まあ一本だけここの大きくなってるアセビの枝はいらないということで伐採をしました。でですね、結構ね、自然で伸びっぱなしのアセビだったんですけれども、まあちょっとね、剪定の仕方とかをね、ちょっとね、レクチャーするのにすごくね、使えそうやなと思ったんで、ちょっとそのままね、切ったまま刻まずにですね、持って帰ってきました。じゃあね、早速ね、ちょっと剪定どういう風にやっていくのかっていうのをね、ちょっと一緒に見ていこうかなっていう風に思います。そしたらよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、じゃあね、ちょっと実際ね、このアセビをね、剪定していこうと思います。ちょっとね、もうお花芽がね、これ見えるかな、ついてしまってるんですけれども、まあね、もう伐採してしまって、これはね、ゴミとして処分してしまうことになるんですけれども、まあそうですね、どういう風に切っていくかっていうのをちょっと考えてみましょう。で、例えばこれ一本で樹木がこう生えていた場合ね、まあまずこの樹木のラインを、まあ、僕やったらこの辺のラインで揃えようかなっていう風に思いますね。で、すごくね、もう枝がね、しっかりある状、どういったんですかね、綺麗に自然樹形のまま伸びている状態なので、まあ、枝を間引くっていうような作業になると思います。じゃあね、ちょっと早速ね、一画面でですね、どういう風に切っていくか見ていってもらおうかなっていう風に思います。じゃあね、ちょっと切っていこうかなっていう風に思います。で、さっき、じゃあね、早速切っていこうと思います。ラインはね、この辺で合わせようかなっていう風に思うので、まあ、まず、この、徒長してる大きい枝ですね。これを僕やったら払おうと思います。で、払う場所なんですけれども、ちょっと後ろの方も見ていきましょうかね。これ、わかるかな？この大きい、太い枝。ここなんですけれども、ちょっと枯れ枝が多いんでね、ちょっと枯れ枝を取っときましょうかね。うん。で、これで言ったら、この、こう分かりますか？ここのラインですね。ここのラインの、ここの太いところっていうのを、僕やったら間引くのでいいかなっていうふうに思いますね。で、僕やったらまずここ。ここをちょっと払ってみましょう。ここかなり太いんでね。これをまず取ってます。どうですか？もう一撃でここ抜けましたよね。なので、次は今度は、この頭をね、今度ここですね。この出てるとこですね。出てるところを、まあ、この辺で取ろうかなと思いましたね。うん。で、これで今頭は揃ったと思うんですね。ちょっと横からも見てみましょうか。こういう感じかな。こういう感じ。なってると思うんですけれども、ここから今度は、こう、今どういったんですかね。枝が混み合ってる感じなのがわかりますか？緑でほぼ9割占めてますよね。後ろの脚立が見えないぐらい緑が生い茂ってる状態なので、ここをきれいに剪定していくっていう作業をしようと思います。じゃあまずはね、下の方から覗き込んでみますね。これ枯れ枝ですね。枯れ枝がすごい多いので、まず枯れ枝をね、ちょっと払っていきましょう。うん、ね、この辺とかも。はい、じゃあ枯れ枝の方がね、ほとんど取れました。これ下から見上げてみましょうか。ここの雰囲気はね、枯れ枝が取れてね、すっきりした感がね、出たと思います。じゃあ、次にですね、今度は枝をどういう風に精査していくかっていう作業をしようと思います。で、ここで、まず、ここのね、この枝からやっていきましょうか。この枝からね。これ見てもらったらわかるんですけれども、これまだ枯れ枝残ってるわ。これ枯れてないけどね。ここで、二股に分かれてる、こことここ。こことここだけ残そうかなって僕やと思うんですね。これなんでかって言ったら、上の方もしっかり茂ってますし、まあ、この辺の、細かい枝っていうのは僕は、まあ、あまり使えないかなっていうふうに思います。まあ、樹形ですね。外に、出てる枝とかも、まあ、ここのが一番しっかりしてるので、ここを残したいなっていうふうに思いますね。じゃあね、ここで、ここの二つの、
枝が残ったと思うんですけれども、今度はこれを間引いていこうと思います。これ上から見たらちょっと分かりにくいね。こことここなんですね。じゃあまずこっちからやっていってみましょうかね。こっちのこの上から見たと分かるかな。どこを残すか。まあ、まず僕やったらこれはね、ここですね。ここの二股に分かれてるここ。ここですね。ここから先に切っていこうかな。うん、どうですか。これだけでちょっと空間空きましたよね。そして後ろの枝もちょっとだけ揃える。これでちょっと空間が空いたのが分かりますか。で、ここを枝分けまたさらにっていうのをしようかなとかも思うんですけれども、これ今お花芽もいっぱいついてる状態なので、まあ僕はこれぐらいでステイかなっていうふうに思います。特に伸びっぱなしの自然樹形の状態なので、まああまりね、こうね、カチカチ切ってしまうと、カチカチ切るっていうのは樫みたいに切るって感じですね。樫みたいに切ってしまうと、すごくね、おかしくなってしまうと思うので、本当に枝をちょっと間引く、そういうような作業をしていこうと思います。で、ここなんですけど、ここだったら僕だったらそうやな。皆さんだったらどこ切るかな、これ。僕ならまずここが混み合ってるんで、ここの枝をね、ちょっと太めのところをね、間引こうかなって思いますね。こうかな。うん。どうですか？ちょっとスッキリした感じ出てきましたね。そしたら、こことここの2本だけ今残している状態なんですけれども、この後ろのこれが、ちょっと重たく感じますよね。なので、ここの部分をちょっと間引こうかなっていうふうに思います。で、ここで切ってしまうと、結構ね、枝が寂しくなってしまう危険性があるので、僕やったら、まあ、この辺から、とりあえず、この辺で落としておこうかな。どうですかね。この辺一体すごくスッキリした感じ出てきましたよね。まあ、これが、まあ僕は完成ぐらいかなっていう感じですね。あとは細かいところを処理していく作業をするって感じだね。じゃあ今度ここの下の段ですね。下の段は、そうですね。ちょっと本当に間引くぐらいかな。ちょっと一箇所ここ、ちょっと切りすぎちゃったか。片手でやるの難しいね。うん、これぐらいででも全然いいかな。うん、どうですか。今これすっきり切った状態、こっち半分に、これ後ろもやっておこうか、ね、この辺もね、後ろもね、後ろのここのラインこのラインなんかもちょっと切るだけでいいですよね。これで十分じゃないですか。こう剪定、なんて言ったんですかね。必ずしっかり全部切らないといけないっていうことは僕はないと思うんで、この、どう言ったんですかね。緑がない空間を、気持ちのいい、まあ、心地いいラインで、どう言ったんですか、開けていくっていうような作業を僕は今してるって感じなんですよね。なんかここで言ったら結構混んでるような感じの印象があるんですよね。それを僕は空間を開けるためにはどこの枝を取ったらいいかなっていうのを今精査してるっていう感じですね。うん、ここ取ろうか。うん、でですね、これ出っ張って、だいぶ出っ張ってるな。ここかな、ここを切ってみようか、ね、うん、これでどうだろう。だいぶ空間が空いたね。これも下のここの枝だろう。うん。だいぶスッキリしちゃったけどね。でもこれぐらいで僕はいいかなっていう感じだね。うん。どうですか？ここの雰囲気、だいぶ良くなってきましたよね。ちょっとこの辺重たいかなって思うけどね。重たかったらちょっと一本間引いてみたりとかね。こう枝をね、三つ股になってるとこを間引いてみたりとかするでもいいと思いますね。じゃあね、この辺もね、やっていきましょう。この辺とかもね、ほとんど切るとこないけどね、ちょっと茂ってるなーって、混み合ってるなーって思うところを、ちょっと落とさせてもらうようにしようかな。こんな感じかな。うん、これぐらいでいいんじゃないかな。まあ、今度次、ここのラインですね。ラスト、ここですね。ここのラインをね、ちょっとやっていこうかなと思います。ここも一緒ですね。まず、混んでるところ、一番混んでるところ、この辺かな。
この辺の混んでるとこの太い枝をちょっと払ってみます。ほら、もうこれで空間空きましたよね。ちょっと枯れ枝がすごいあるので、枯れ枝だけちょっとしっかり払って、これだけでももう十分ですけどね。伸びっぱなしの樹木の木詰めというか剪定っていうのは、意外とほんまにこうサイズ感を自分で決めてしまって、もう間引くっていう作業だけが十分かなっていうふうに思います。やっぱりね、それをすることによってですね、こう空間が空いた雰囲気っていうのがすごく伝わると思うんですね。例えばこれで言ったら、これどうですか。もうここだけで、これだけでもうだいぶいい感じの雰囲気になってると思うんですね。これでもほぼ間引きは終わりかな。よいしょ。どうですか、こう雰囲気が出たと思いませんか。なんか最初とね、印象変わったと思います。本当に自然樹形でもう伸びっぱなしの樹木とかは、枝をすいて、まあ、高さ決めをしてですね、このどこに空間が空いたら心地いい空間になるかな、どういったですか、形になるかなっていうのをイメージして切るとね、印象変わると思うんで、まあ、参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。